ります、はい、続いては松竹芸能所属ユンボダントなお二人です。これはすごい世界行ってるんですよ。カエルの求愛すごい面白いねフリースペースですね。なんかあのゲートに入れるのはあの太ってる人だけですね。いやでもやっぱ世界行ってますから。いやすごいよ。そうですよ。世界で行ってゴングショーで勝ち抜いてますから。あのオーディション番組でしょ。そうですそうです。なんかあのユリアンも出た。そうですそうです。あれとか出てんのよね。ヨーロッパの方ですかね。フランスの方に行ってやってますから。すごいな、何でもやっとくのやな。いややって確かに。ぜひ世界に筋肉マンでチャレンジしてもらいたい。筋肉マンは無理ですけども。以上9組の中から MVP の方に金一封を差し上げます、はい。それでは審査委員長の大友康平さん決めてください。MVP は パニーニさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。パニーニさんには金一封を差し上げます。おめでとうございます。今井さん、今井さんからあれで金一封CA が今井さん特別にもう一つね、はい、いいですか。ちょっと居酒屋のそうでしょ。もう一つやりましょうよ。パリに行っちゃった。はい、居酒屋のやつ。テレビ番組サスケよりタイミング的にただの悪口に聞こえる実況。さあ客席には家族が応援に来ています。競技前に高橋はこんなことを言っていました。俺みたいな愚か者を家族はずっと支え続けてくれた。こんな俺みたいな最低の男、最低の男、最低の男。